皆さん、フィンガー、違う、アーマーリングだ。アーマーリングって知ってますか？あれ、アーマーリングだっけ？ど忘れちゃった。まあ、そんなやつです。はい。そんなやつを、今回はちょっと、まあ、ちょっとかっこいいなと思っちゃって、ダンボール。ダンボールだとちょっとクオリティが低くなっちゃうかなって感じなんですけど、まあ、今のところはこれで満足してます。全部で、ここから根元で、ここから指先を取ります。こんな感じ。1、2、3、4、5パーツになってて、付け方は、中指に付けようと思って作ったんですけど、ここにまず1つ目を付けて、2つ目、ここです。4つ目。で、最後に指先に5つ目。こんな感じで付けます。一つ一つね、バラバラなので、そう、こううまく見せようとして、こうやって見せようとするんだけど、ちょっと、まあ、これ、まあ、こういうんじゃないから、うん、よろしくです。一つ一つがね、バラバラなので、ちょっと曲がります。なんか、これをアーマーリングを見つけたきっかけが、ガクトさんの中井さんとトンネルズのあの3人でなデコピン対決をするときに、なんかそのデコピンをカチャッとつけてバンってやったんですね。実際あの瓶は飴で作られてるらしいんですけど、まあでもこういうのと思ってちょっとあれか買うのも3000円ぐらいして安くて、あれに3000円使うんだったら作った方がいいかなと思って作りました。あ、ちょっとここの横の部分がね、なんかむき出しでダサいからもうちょっとカバーしたりな感じですけど、まあ今のところはこんな感じで満足して、バンバンバン、これは段ボールなんて全く見たくないですけど、いい音がします。めちゃはい、まあ中指に合わせて作っちゃったんで、他の指に合うかどうかわからないんですけど、一応ねパーツは根元がこんな感じでひし形っていうかダイヤっぽくしてみました。で、同じようなパーツが3つあるんですけど、一応それぞれここのサイズが違うので順番を間違えようにしないようにして、これ指先ですね、人差し指につけてみましょう。あー、どうだろう、いける、ギリギリ、まあ僕より指が太かったり細い人はこれをつけられないんですけど、まあ自分用としてね作ってみるのはどうでしょうか。いいっすね、いかめかしい、すごい映画に出てきそうな感じのものがいつすごいマングです。というわけで皆さんもこちらのアーマーリング、あ、これでこれいいです、はい、作ってみてください。というわけで次回の動画でお会いしましょう。ラジオ準備ちんちょんぱい、最後噛んじゃったね。というわけでクリスマスコーナーやってみました。今日は12月17なのでこれです。これで開けるのがよくない、これで開くかな、指当たってない、あ、見た、あ、17ないです。ここから撮ります。めっちゃいっぱいあるね、なんかね、肩から外れちゃってるやつがいっぱい、ソリでした、甘くて美味しい。